皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、個人的にだけじゃなくて EU 地域全体すら認めるレベルの最もスナイパーが上手い選手、トーマス HD がソロキャッシュ決勝で EU 最多撃破ビクルを取ったということで解説していきたいなと思います。暴走機関車マジで止まんないです。今シーズン一番楽しんでるかもしれんね。このクリップとかマジでやばい。ローからハイに対して2連ヘッショでワンパ壊滅。無理ゲーすぎるよね、こんなん。そんなね、トーマスのソロの戦い方はもちろんね、スナイパーもしっかり発揮してるし、タイメもね、めちゃくちゃ参考になるんで解説していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。Let's go! はい、ということで、早速初動から見ていきましょう。降りてる場所はというと、やはりスルーティーですね。まあ、ここはもはやそういう聖地よね。ハイエヒャビクロを取ろうと考えると、ミシックポンプとメダリオンを取って戦っていくっていうのがもう王道なんやろね。とはいえ、この見てる街、メダリオンが弱体化した後の環境です。弱体化の内容は主に4つあって、位置バレがしやすくなって、回復速度が落ちて、瞬間回復しなくなって、ダメージ食らってから3秒後に回復し始めるようになって、かつ、メダルが1枚だけの場合は、50までしか回復しなくなったんですよね。これがかなり大きい。まあ対面で使えるとはいえ、結構ねデメリットも多くなったし、あんまり強くなくなったんじゃないかなっていう評価になってますね。でもとはいえソロではあるんで、やっぱりトーマスはここのメダリオンをね使って対面をねガツガツしに行きます。でここからもちろんボットを倒してボスを倒してミシックをゲットしに行くんやけど、この処理の仕方がね結構立ち回りとして面白いなと思って、まずボスに対してちょっとダメージを当てた後引くんですよね。でこの下側に行って床を張って落とし穴を作ってボスだけ落とす。これによって他のボットから射線切れるし、漁夫からね何よりも身を隠せるっていうのが強いですよね。でここでまあ結局ね、今シーズンのボスは途中からボットを召喚してくるんやけど、まあでもボットの総数はね少ないから、できるだけ素早くミシクもゲットできる。で漁夫もやっぱり来なかったんで、この安全な倒し方っていうのは面白いなと思いましたね。ソロは特に丁寧にね処理していかないと危ないからね。でここで武器を拾って、で案の定漁夫が来てたんやけど、ここは丁寧にまず物資取り切りましたね。で保管庫開けたいんやけど、まだ保管庫にねガン待ちしてる可能性もあるし、足音もね、まあ周りに敵がいるっていうのは分かってると思うんで、トーマスはまず敵を警戒します。屋根透かしで敵を把握して、ジャンプでショットガンからのアサルト当てすぎ今のはちょっともうエイム力筋肉でしたね。でさらに漁夫が来るんやけど、ここは冷静に一旦引いて、まあメダル持ってるんでね、ここは引くだけでも回復はしていくと。ただ、やはり50までしか回復しないんで、まあこれはね、ちょっと弱体化を体感できますね。で、相手チームがね、まだハイドしてるんで、トーマスは警戒しながら保管庫をもう一度ね、チャンス取りに行きます。まあ基本的にはトーマスはやっぱね、フィジカルやな。まあもちろんね、こんだけ排撃者ビクロで取る人っていうのはもうそもそもエイム力高く、もう撃破速度を上げていかないといけないから、シンプルなエイム力が基盤としてね、最高火力だっていうのがでかいよね。で、ここはもう、階段ハイドしてるところをしっかり把握して、エイム勝負。まあまあまあ、シンプルなハイドをね、サクサク行きましょう。今回もね、ピーターボットに引き続き、ヨーロッパで一番撃破数取ってビクル取ったからね。まあ、全部見ていくんやけど、全部を解説するとね、時間が足りないということで。で、今回もまたね、鬼に金棒にフルアーマーだけじゃなくて、トーマスの場合はスナイパーも確定というこの金庫。まあ、強いよね。鬼に金棒に何になるやろ、もう。レーザービーム金棒いなくなるか、そうなるとね。まあでもトーマスはね、ここの確定のスナイパーっていうのも、まあ他の選手ももちろんないけど、トーマスに関してはよりね、強力に感じますよね。で、トーマスはホロサイトを使ってましたね。サイトは様々やし、まあ後でね、トーマス本人のプレイも見ようかなと思ってるんやけど、こんな感じで、2倍、4倍とある中で、この 1.3 倍ですね。これをメインに使ってましたね。で、ここを予測とファイトをしてるところをね、魚振りに行って、まあ早速ね、このレーザービーム。トーマスのスナイパーがね、炸裂しますね。まあ基本的にはやっぱりクイックスコープっていうところにもね、注目してほしいですね。覗く時間がすごい短い。トーマスはもう基本的に腰打ちの時点でエイムが合ってるようなレベルですね。ここのワンジャンプしっかりと。同打ち100カットして、そこから一気に、やっぱスナイパーでね削っていく前提っていうのもあるやろうから、バースト SMG をねソロでもしっかり使ってますね。ここはやっぱロー HP に対して壁張り替えの強さとか貫通ダメージの強さがあるんで、 HP を削りに行く作戦がね、やっぱ
このバーセース MG の強さかなと思いますね。でこれはちょっとね余談というかまた後でね出てくる話ではあるんやけど、ぜひね皆さんに先に知っておいてほしいなということがあって、個人的に推してるバーセース MG の一番の強みですね。これバーセース MG をただただ腰打ちで打ってるだけなんやけど、皆さん何かね違和感を感じませんか？まあこれがねバース SMG の特徴的な部分かなと思うんやけど、普通の SMG とかアサルトは星打ちだとどん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 弾がばらけていくはずなんですよね。基本的にはこの十字の広がり方、この広がってる範囲のどこかに弾が飛んでいくっていう乱数がねあるんやけど、こういうのは星打ちをねすればするほど広がっていくんですよね。この SMG もどん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 連射すればするほど広がっていってますよね。それに対してこのバース SMG は星打ちを打っても打ってもレティクルがめっちゃ縛ってるんですよね。つまり腰打ちの精度がめちゃくちゃいい SMG なんですよね。これがね個人的にはすごいバース SMG の強みやなと思ってて、トーマスもねいろんなところを腰打ちで SMG 狙っていったりもするんですよね。ぜひねそこにも注目してほしい。でここからは対面ねどん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 やっていきます。まず1人目見つけた後床を取ってそこから張り替えて狙っていきたい。まだ 50-50 ですね。ショットガンでワンパン張り替えできるところを、ここはスイリームクラシックの上からバージョン。今のもね珍しい狙い方なんやけど、めちゃくちゃうまいですね。ただここはね相手は即回復する、焦らずにどっか逃げるとかではなくてカウンターを狙っていくんですよね。しっかりとまたトーマスが張り替えるんやけど、ここもね強気にカウンターを狙ってくるし、張り替えも丁寧やし、結構ね今回のマッチ、まあもちろんアメリカが弱くて EU が強いっていうわけでは全然ないと思うけど、このマッチはね対面猛者もねすごい多かったなと思います。だからトーマスが、まあ、それでもめっちゃ撃破を取るんやけど、まあ簡単には勝ててないシーンもねぜひ見てほしいなと思いますね。で今のも喋ってたんやけど、めちゃくちゃうまいフェイントが出てきましたね。一旦ちょっと止めてフェイントを解説していきたいなと思います。まずはやはりここの打ち方ですよね。床を取ってからの狙い方、逆スイリムクラシックみたいなね。まずショットガンで弱らせてるの分かってるから、ワンパンで床張り替え取り切った。そこから手前のマス目を編集してジャンプで狙いに行く。こうすることによって相手からはまだトーマス体見えてない、ジャンプしたタイミングでちょっと見えるんやけど、下半身はこの床の縁で隠せてるっていうねこの狙い方、あまりにも細かなピークではあるんやけど、相手からの射線をできる限り絞ってるし、このカウンターのタイミングはトーマスがジャンプするタイミングでしか狙えないっていうね、タイミングの測りづらさ、この打ち方がねこういう対面でできるのは凄まじいなと思いますね。でここで相手もねでも丁寧に抑えた後、漁夫が来てトーマスが今度はね劣勢になってしまいます。でこの劣勢になった後ですよね、この返し方もねめちゃくちゃうまい。一旦まあメダリを持ってるからねボックス引いて冷静に見るんやけど、相手からしたらトーマスロー HP だから連射ブックで狙ってくるに対しても、前面開けて張り替えをさせない編集のさせ方をしてからショットガンでしっかりとダメージ削っていく。これによって相手はダメージは削れたけどカウンターの方が量をもらったの多いですよね。でその後壁を取ってライト&ピークの三角演習、これはライト&ピークにあんまりなってない 50-50 の打ち方なんで、それをあえて分かった上ですぐリセット、壁を弱らせて止めなると一瞬体見えたのに対して相手はねショットガン打ちたくなるっていうのを、トーマスがショットガンカウンターを狙う、まあ能動的なカウンターですよね。最近よく出てくるけど、まあちょっとね伝わりづらかったら申し訳ないんやけど、あえてお互いに打てるシチュエーションを編集で作ってから、それに対して相手に打たせてそれを守ってカウンターするっていうすごい多段攻撃をね劣勢なのに狙っていったっていうねうまさありましたね。でここはね相手がたまらず引いていくんやけど、トーマスは全く引かない、むしろ押し込んでいきますね。これはトーマスのね視点なんやけど、しっかりとやはりスナイパー同打ちで起点を作って一気に詰めていきますね。で SMG で壁を壊して一発最速で倒せるようにワンパン狙っていくと、まあ本当にエイムがいいとかいろいろあるんやけど、細かな戦術が詰まりに詰まってますよね。でまた次のね対面行きましょう。もうどん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 行かないと撃破がねいっぱいあるんで、ここは張り替えた後正面また SMG 狙って横に逃げると見て、ここはね床をピースコントロールで上止めようとしてたんですよね。これもすごいなと思うんやけど、ただ相手がねきっちりとボックス広げて、ここはライトハンドピークのボックスファイトの打ち合い、どう攻めるのか。結構相手カウンター重視ですよね。となるとここは
簡単に入り込んで一瞬で倒しきっていく。今のはまあ状況的にはやっぱり50-50の打ち合いではあるんやけど、先にね、ちょっとだけ削っててワンパン狙えるかつミシックのポンプ、SMG も含めてね、やっぱ有利と思って攻めてると思います。プラスアルファやっぱりカウンター志向の方なんで、こういう狙い方して、で、こうなると相手建築ホールドじゃなくて、大抵ショットガン持ってるんじゃないかって思って、割とね、シンプルに倒しに行ったんですよね。まあ、こういうカウンター重視の人たちに対して、割と簡単に入り込めるっていう三段がついてたからこそ、シンプルな、ね、ただただ前に進むだけで入り込めたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こういうやっぱ相手に合わせてどういう戦術を使っていくのがいいかっていうのもね、すごい大切やなと思いますね。で、どん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 行きましょう。ここで、ブッシュ抜き、今の 簡単にやってるがやばすぎるけどな。トーマスの視点から見てもね、全然見えないよね。これで胴打ち当てて。こんなんどうしようもないけどな。ブッシュ抜きの胴打ち。116カットからの入り込み。もちろんね、やっぱりこのスナイパーがあってこそのやばさなんやけど、その後の詰め方もな、すごいなと思って。まずここバース SMG でこの壁を焦点ね、合わせて狙っていく。で、普通だったらもう SMG ぶっ破とかもう詰めていくっていうのを考えそうなんやけど、ここで一旦撃つのをやめてダッシュを入れるんですよね。となると相手からしたらこの左側面の壁、こっちに注目はいきますよね。となるとそっちに見るこの人が見てるっていうところを読んで、トーマスはやっぱり本命、一旦削った壁をワンパンで壊して、で、2回目編集リセット入ってる弱った壁に対して階段ブーストの屋根入れで、カウンターもらったんやけど、相手は絶対逃げれないという今のはキャラコンを入れることによって揺さぶりが効いてるんですよね。この揺さぶり方っていうのがね、ものすごいやっぱ撃破を多く取る選手はね、上手くて、相手のボックスの中の360度、どこから攻めるのか、どこを守ればいいのか、どこをカウンターすればいいのかっていうのを揺さぶっていく。この攻め方っていうのはやっぱり上手い人はほんまに多い。手数が多いし、めちゃくちゃ上手い。トーマスからね、今回はそれを中心にね、解説もしていきたいなと思いますね。ここの対面もめちゃくちゃ揺さぶってます。まずはここ、まだ50-50のタイミングで床を取った。で、張り替えてダブルエディット狙うんやけど、相手が逃げる。ここもショットガンはね、ギリギリ刺さらない。で、ちょっとね、素で見てるんやけど、若干ね、スローで見ていくと、よりね、分かりやすいと思います。ここね、ちょっとバース SMG の強みも出てますね。1点で、ここで当てて29ダメージ。さらにリセットした壁に対しても、さらに貫通して、1点そもそも29高いよね、ダメージ。SMG とは思えない。で、ロー HP にしてからは、もうね、トーマスミシックポンペイから、詰め毒というか、まあ、もうワンパンで倒せる、ダメージ有利取れてるから、どん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 詰めていきたいっていうシチュエーションで、上殴る前に横の階段刺して横から攻めると見せかけて、また別の横の階段刺して横から攻めると見せかけて、で、階段差し込んでカウンターを止める。今の攻め方だけでも、上横横2側面の3箇所から攻めてるように見えるんですよね。で、ここで階段張らせて、本命は横から。最後はね、SMG の弾がなかったから、スナイパーで張り替えて、まあ、これね、もう一回本人視点の等倍速で見ていくんやけど、今、ロー HP にしてからのムーブですよね。相手が奥のマスに逃げる。ここを壁取るけど、即ね、そのルートからはいかない。で、横行くと見せかけて上殴る。しっかり上止める。で、さらに階段横見せて、ここ何箇所から攻めるように見えるんだっていう。 すごいよね。で、ここは床をね、しっかり取って、相手どこを守ればいいかわからないから、あそこ空いてるからね。で、最後はスナイパーワンパン張り替えの倒しきっていくと。いやー、いかに多面的に攻めてるかの話よね。すごすぎる。まあ、ただただ張り替えしに行ってるだけじゃなくて、そこの張り替えをしに行くと見せかけることを外から狙ってる。あー、うまいよね。で、かつ、ここはね、下から攻めてきたんやけど、バース SMG。まあ、火力もね、きっちりと出し切って、ここは貫通していきますね。で、これで8撃破。まだまだね、撃破あるんで、サクサク見ていきましょう。次の対面ですね。バース SMG で、ちょっとね、張り替えを見た後、ここで、床編集で相手にショットガン打たせて、カウンター100カットで、逃げるところもショットガン当てて、これはもうね、鬼のように追っていきますね。相手が逃げるそこをグラップラーで自分も追ってこもる。となるともうね、またさっきのように多面的に、ここはワンパン取れなかったから、また違う側面から行く。で、ここは階段ブーストで攻めれそうやけど、角度が悪いんで一旦また攻め方を変える。で、正面、ここで相手が一気に突っ込んでくる。強気にね、来たのも相手もすごかったけど、ここで編集フェイントからのしっかりと横移動で倒しきる。今のはもう間違いなくここですよね。
床編集でリセットした後、打たせて打つ、この床編集のリセットをホールドしなかった、耐えなかったっていうのがね、もうカウンターに使っていく、能動的なカウンターの結晶みたいな、ほんまに作戦が刺さってましたね。では次の対面見ていきましょう。ここね、腰打ちでやっぱバースト SMG 狙っていくんですよね。で、きっちり当たってるし、で、ここはロー HP にしたから、屋根編集で屋根入れ込みをね、見るんやけど、ここ刺さらなかった。で、今のこれも攻めないよね。一気にゴリ押しで階段を壊して屋根を張り替えに行くんかなと思ったけど、一旦ね、冷静に離脱して、ここで多面的に、で、最後のウィークポイントも逃さずに攻めていく。この攻めの間で相手は回復一回もできなかったからね。で、ここ相手が寄ってくるところもきっちりとダメージショットガン当てて、屋根と階段壁取って逃げるところもまたね、ロー HP にしたから追っていけると、 SMG の貫通も見れる。ただここのね、角度も結構ね、考えながら狙ってますよね。上からじゃなくて横から、やっぱり一枚張りをできるだけ探しに行く、最速で相手に届くところを作っていく、この狙い方があるからこそ撃破速度が速いんですよね。で、次はね、神業が出てきます。ちょっとね、割られてしまうんやけど、ここで周りの様子を見て、やはりね、スナイパーですよね。このスナイパーの使い方がね、驚く使い方で、ここら辺になってくるとね、やっぱり対面勝負もしづらくなってくる。人が多すぎるからね、どこから射線通ってるかわからないっていうところを、ヘッショワンパン。うますぎるし、今のはね、能動的にシチュエーションを作ってたんですよね。どういうことかというと、ここの正面立った時に、多分ここで、この三角編集が見えたやろね。ライト&ピークでピークして、トーマスに注目してる人がいるっていうのが分かったから、一旦 SMG を何でもないところに打つんですよね。となると隙が出た、これは打てるんじゃないかなって思って顔出すだろう読みで、もう先にトーマスはエイムを置いてると。ちょっとね、リプレイだからエイムがずれてはいるんやけど、もう腰打ちの時点でほとんどね、当たる位置に置いてあったんですよね。要するに釣りプレイですよね。相手に打てると思わせて自分が打っていく。完璧すぎる。これこそがね、スナイパーの達人って感じしますよね。まあ、ここからもね、まだまだ当てていくんやけど、トーマスのこのマッチ、スナイパーのヘッショ率というか、まあ、どれくらい当たったかの話を言うと、多分ここでもね、同打ちしてるんやけど、合計で17回打ってます、スナイパーを。そのうちの1回がヘッドショット、9回は外しちゃってるけど、7回は同打ち。つまり、17回中8回は当たってるんですよね。ほぼ命中率50%。あまりにもエイムがいい。めちゃくちゃ強いよね。で、まあ、ここはね、また、相手が逃げれないところをしっかりと押し切って、倒して、またね、次見ていきましょう。まあ、トーマスはね、対面ももちろんやばいんやけど、個人的にはね、こっからの終盤のクラッチ力ですよね。まあ、終盤のうまさっていうので、昔はね、トーマスの解説もしたことがあるんやけど、まあ、このソロのね、終盤はやばい。本当にやばい。もう見えた敵全部当てに行くし、全部当たるしでね、やばいんよね。ここもスナイパー、同打ちで、さらに SMG で削った後、一気にね、もうこんなん簡単に詰めれそうよね。ただ今のもね、シンプルに張り替えじゃなくて入り込みを考える。張り替えてわざわざ丁寧にやるんじゃなくて、今みたいに隙があればついていく方が時間短縮にもなるし、ここでね、時間かけて対面もできないっていうのありますよね。で、また相手が横切ったところ、ここも腰打ちバーストできっちり削り切って、また入り込んでワンパンで倒し切って。 で、作業ゲーすぎるよな。で、さらに、やっぱみんなグラップラーで移動してくるところ、スナイパー当てて、ここもね、対空でもう削り切っていく。フィーバータイムすぎる。もう止まんないよね。全部当てるよな。全部当たってるよね、ほんまに。やばすぎるよな。もうあとはね、逃げるところ、ここもね、SMG 腰打ちで、やっぱ腰打ちの精度がいいっていうところが、実はスナイパーの精度にもね、繋がってきてると思うんで、できるだけ腰の時点で敵をもう捉え切っておく。で、あとはレティクルをスッとすぼめるだけで、まあ精度が良くなるからね。まあそれで当てていくっていうことがね、できる選手ですね。やっぱスナイパーはね、覗けば覗くほど、スナイパーのスコープが光ってしまうんで、できるだけクイックスコープっていうのもね、意識するのがいいんじゃないかなと思いますね。で、こっからはね、トーマスの終盤を本人視点で見ていきたいなと思います。もう全部ね、狙っていく。今のもでもヘッドショットで50入ってるからね、SMG で。腰打ちでこの精度で、しかも50も入るし。で、ここはアンチ読みやね。先に移動するところに建築を置いておいて、射線をしっかり通しておくと。
まあもう全部狙うし、もちろんね、ロー HP にしたらその人をできるだけ固執して狙っていきますね。もう削り切りに行くと。でまあハイグラっちゃハイグラないけど、もう全部こういうところもね降りて倒しに行くから、ハイグラはいるのかいないのかもねわからない状態ではありますね。やっぱハイグラの人っていうのは結構対面も勝負しに行きやすい人やから、トーマスはハイに来たらその人と勝負もしに行きましたね。でここは入り込みを考えたんやけど、ギリギリ止められてね、建材もこんなにあるのに進行もへったくれもない一人だけなんかクリエイティブのゾーンウォーズやってるんかっていう感じぐらいね、もうガン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 縦横無尽に行きますよね。円の進行方向もちろんちゃんと見てるとは思うんやけど、なんか進行方向もへったくれもない。でここで一部ねハイグラ来てて、一旦落ち着いて周りの様子を見て、まだシードはね500あるんやけど、まだまだねリフレッシュになっていきますね。ここは SMG 腰打ち削り切って、で違うチーム狙っててバレてないから弱った編集リセットの壁ワンパン入り込みからの削り切って1人倒して19撃破、残りチーム数は19名、まだハイグラはいますね。だからしっかりとやっぱねハイグラ、これもねバースト SMG の強さもあるやろな。やっぱ連射武器に比べてバーストはタップでずっとプレッシャーかけられない分、どっから撃たれてるかがねちょっと判断しづらいところはありますよね。でまたハイグラ追い払ってまあ結果的にハイグラムーブにはなってるんだけど、ハイグラ取ってるようには思いませんよね。でここはもう完全にクレーン射撃、もう全部に対して当てに行く。でここは惜しいフルピース、あこれそうやってんけど、一旦また相手がね丁寧にこもって守って、相手もでも周りのチームもすごい耐久うまいですよね。全員ちゃんと防御で守るよね。ただここはダブルヘッド190ヘッシュワンパン最大火力。ちなみになんかコーチングの方もいそうですよね、通話をねしてるみたいなんで、ここはしっかりとその人の判断を聞いたと思いますね。今物資取りに行く判断でしたね。でここでさらに SMG でもう腰打ち削り切って、ここも腰打ちしっかりと当てて押し、もうここら辺はねもう見えた敵全部行くから、ちょっと立ち回りに関しては何もないまた倒してここまた側面、まあ基本的にはやっぱ円の進行方向から勝負に行ったりもしますね。でさらに出てくるところも当てて、もう物資も何もいらない全部撃破に変えていく。でさらに100ダメージ入れて、うん神エイマすぎる、もう何を起点に当てに行けてるんやろね、分からんけど瞬間的に捉えてまた1人倒して、気づけばね19撃破からもう一瞬で6撃破まで増やしてるからね。でラスト 1v1v1、 ここで相手が登っていくところ勝負に行きたいんやけど、トーマスもねちょっとリフレッシュできてはなかったから資材がなくなっちゃって、相手上に耐えられて結構ね危ないシチュエーション。31当てるんやけど、キャラコンでなんとか粘り切って、ここストームであと落下かな、今のは倒しきりましたね。でラスト 1v1 はここはまあ相手がね回復耐久で逃げてたんで、最終的にはビークロイもゲットして勝っていくと。はい、いかがだったでしょうか。今回はトーマスの神対面と神スナイパー、まあ今後もね間違いなくヨーロッパ第一線を走っていく、現在もねパワーラン2位の方なんで、今後のプレイスタイル、プレイスキルにも注目していきたいなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。はい。はい。長い。今シーズンは長い。それでは皆さんまたね。